はスタートしました。さあこれが75メートル加速、タイムはどのぐらいになるでしょうか。伊賀忠也アクセラレーション2本目です。アクセラレーション2本目、さあ直線アクセラレーション2本目、さあ2人のドライバーどうでしょうか。この世界ナンバー1番のコードライナー現在インスタバルコード、カーナンバー29番のトヨタ名古屋自動車大学校、東京大学です。カーナンバー26番工学院大学未来旋回が、スムーズにクリアした。そしてフィニッシュ9秒996、10秒切ってきました。9秒近いタイムを出しています。さあ今こちらが山梨大学、まずは帝国通りスタートということになりました。2走目スタートです。ブレーキングの音もしっかりと聞こえてきます。アイストロン大瀬町子供最後のストローム入ってくる。さらにいいタイムになるかもしれない。さあここでフィニッシュ、どうでしょうタイム。57秒296。
順位と点数を決めることが目的です。はい、お願いします。はい、リーフについて、車両の運動シミュレーションモデルというのは、先入観なしにすると、はい、怖いものがあるので、減速比を 3.4 くらい、吉田健吾さんですね。はい、そうです。早稲田割は7周目18秒965。タイムごとにタイムを上げています。あ、こちらも5秒620と、これも4秒台、4秒858。京都さん、1コーナーでブレーキ踏まなくなってとか、他の4気筒なんかも台頭してきているので、はい、さあ、そして京都工芸繊維大学スタートしました。4秒台前半というところがありターゲットタイムになってきそうですね。彼ら京都工芸繊維大学は完走3周目、さあそしてさあ3周目クリアしてきました。タイムはどうでしょうか。3秒965、来ました、入れてきました。ファステストラップ更新、1分3秒965、今8秒473とスラロームをスムーズに。この周回3秒888、京都工芸繊維大学、京都工芸繊維大学相次いで10周見事な両チーム、これだけ拍手湧きますよ、素晴らしい。今ちょっと彼のそのこういうドライバーアウトラップもなかなか早いですから、はい、エースドライバーの中川君の走り期待していきましょう。しっかり合わせ込んできている印象はありますけど、やっぱり守っていう意味ではこの辺り厳しくなってきますよね。まあペース上がればブロック多分やっぱり厳しいですね。コーナーの3つですね、はい、スムーズに今チェッカーが用意されたチェッカーを受けました。そしてこのスラローム、そしてコーナー入って京都工芸繊維大学フィニッシュ、完走おめでとうございます。ドライバーからもガッツポーズ出てましたね。それから各大学のチームスタッフも含めて必死にところコースを取り巻くように入るので2023でお会いすることといたします。ありがとうございました。